どうした？ブードゥーボーイズのボスと会いたい。手配できる？単刀直入とはこのことだな。だがボスのママン・ブリジットはそう簡単に接触できる人物じゃない。連中と仕事をしたことは？ボスやら神官の類とはないさ。崇高な彼らは卑しい私なんかと話をしない。だがどうしてもというならいろいろと当たってみる。そのためにもまずは詳細を聞こうか。連中が欲しがるものを持ってる。ブードゥーボーイズに何か売りつける気か？やめとけ。営業に応じるような連中じゃない。独自の人脈やネットワークを築き、テックも自前だ。まあ好きにすりゃいいが。つてを当たってまた連絡する。ぜひ応募してください。
ぜ。ああ喧嘩吹っかけてんのか。Llegaste hace poco? 調子はどうだ。仲良くなりましょう。よ。最低の毎日ね。Thank you.
気をつけなさいな。ああもう本当。死にな！V、よく来てくれた。ずいぶんと人目につかなそうな場所を選んだのね。秘密の会合にはうってつけの場所だ。例のお友達は？織田ならもうじき到着するはずだ。そろそろ何者なのか話してくれない？花子様の警護官だ。花子って三郎荒坂の娘で空母でやってきたあの？そうだ。織田の信用を得られれば彼女に会える。信用できるの？ああ。へえ、
すごい説得力ね。わかるだろう。俺に失うものはない。ふざけないで。こんなとこで死ぬのはごめんよ。車で来たか。正面から堂々と会ってくれるなら期待できる。竹村さん、小田、これが例のコソドロですか。俺の証人 B だ。自分のことは自分で話す。なら話してもらおう。いろいろ知ってるそうだな。現場で全てを目撃した。頼信が父親を絞め殺した。もういい。それ以上言うな。己の死を招くことになるぞ。だが真実だ。花子様には知る権利がある。この町であの方をお守りする。私の関心はそれだけです。危険が迫ってるのか。いいえ。ですが三郎様を称える式典の間は警戒が必要です。その三郎様殺害の目撃者が目の前にいるというのに、お前はくだらぬ式典の心配とはな。血迷ったか、織田。ええ、私は誓いを立てましたので、それを果たし損ねたあなたとは。見て見ぬふりをする気。その言葉、後悔するぞ。すでにここへ足を運んだことを後悔していますよ。あなたは今や賞金首だ。この場で跳ねて頼信様に。いつまでくだらない話を続けるつもり。この場で跳ねて頼信様に差し出さないだけありがたいとお考えください。もし私の立場にいたらどうされますか。迷わず跳ね、その首を即座に頼信に差し出すだろう。では命拾いをされましたね、竹村さん。織田、別に厄介なことを頼むつもりはない。一度会わせてくれるだけでいい。私の話を信じるかどうかは花子自身が決めるべきよ。手を貸して。断る。だがこのまま見逃してはやろう。町から出て行け。再び相まみえた時は容赦しない。二人ともだ。お前も気をつけろ、我が友よ。ここは遠い異国の地だ。これでいい。荒坂野郎とつるむなんて一人で十分だからな。予想通りの結果ね。うん。だが収穫が何もなかったというわけではない。え、それはどういうこと。織田のあの話、式典の後は東京に帰るはず。わからないか。式典だ。会うとしたらそこしかない。どうにかして花子様のもとにたどり着ければ。まずは綿密な下準備が必要だ。ジャパンタウンの詳細な地図を入手しなければ。ちょっと待って。次はお前のつての番だ。頼りになるフィクサーを知らないか。ちょっと落ち着いてよ。スキズムのハッキングじゃないんだから。花子の警備はナイトシティ一厳重だって自分で言ってたじゃない。そうだ。だからお前に地元のフィクサーに連絡してくれと頼んでいる。いい。若子岡田、ジグジグストリートのパチンコ屋のオーナーよ。では早速会いに行くとしよう。
一緒に食うか。ええ、そうする。ジグザグストリート、おかしな名前だ。五郎竹村もね。お前は本当に失礼なやつだな。荒坂の動きはつかめてる？テレビから推測できること以外には何も。頼信と奴の傀儡どもが微笑みながら事態は収束に向かっていると訴えている。それが真っ赤な嘘であるのは火を見るより明らかだ。元気にしてるの？ああ、だが急にどうした？あんたに死なれちゃ困るからよ。まさか忘れたの？もちろん覚えている。ならいい。ナイトシティは風邪をひくより鉛玉をもらうことの方が多い町だからね。この通り、生きてるし達者にしている。自分のことを心配した方がいい。このろくでなし！バレないとでも思ったの？本当に最低ね。あ、なんだ？いや、いや、ハニー。ふざけないで！こんなところで何してるの？し、静かに騒ぎを起こさないでくれ。ああ、時間がなくて、忙しすぎて手は貸せない。ごめん。うん、じゃあね。今日はろくな日じゃないわね。上流階級の仲間入りしたいわけ？ねえ、今夜の相手を探してるの？あのさ、俺は名前を覚えるのは苦手だが、顔はよく覚えてる方なんだよ。あんた、どっかで見たんだよな。この音、
日本を思い出すな。人のことはほっといて。どう落ち着きな、あれ。あんたなんや、えらい誤解しとるようやな。あんたのチームを襲ったんが誰や知らんけど、クローズやないのは確かや。うちのコーラは部をわきまえとる。堪忍、もう切るで。お客さんが来はってん。いいやないか。わざわざこんな店までよう来たな。若子、久しぶりね。どないしたん？何しに来たんや。そっちのええ男は誰や？たまたま一緒に仕事をしてるだけの相手よ。五郎竹村です。お会いできて光栄です。あら、えらい紳士的やないの。気の毒やな。聞いた話やと荒坂の兵隊班に追われとるんやろ。 V、 なんでうちに連れてきたんや。今すぐ叱るべきとこに通報せん方がええ理由があるんやったら言うてみ。その気があればとっくに通報してるはずよ。つまりあんたは私たちに興味がある。ええやろ。ほなら要件言うてみ。電話ならいつでもできる。本題の前にサンドラ・ドーセットの件の報酬がまだなんだけど。今までほったらかしにしとったやろ。なんや急にせっついてからに。 B、 今はよせ。それよりここに来た理由を話すんだ。ジャパンタウンでパレードがある。その情報が欲しいの。また荒坂絡みかいな。仕事熱心なのは構わへんけど、なんでわざわざうちとこに。ミスター・デショーンは電話に出えへんかったんか。タイガー・クローズは散々荒坂にいいようにこき使われてきたんでしょ。孫を殺した連中を好きになれるはずがない。遠い昔のことや。でもそんな心の傷は時間が経ったからって。そら言えへんよ。このチップに入っとる。それをいくらで。今はその持ち合わせが。せやろな。ええわ、タダでやる。岡田さん、いくらなんでもさすがにタダというわけには。いるん？いらへんの？ジャパンタウン、パレードの間は地区全体が封鎖される。メインとなるのは出汁の行列や通りの上空をこっちに向けて通過する。パレードのルート沿いにはバルコニーや歩道橋、他にも見晴らしのいいポイントがある。主賓の花子荒坂は一番大きな出汁からスピーチを行う予定になっとる。せやな、具体的な場所はここや。警備についての情報はあらへん。まあ言うても最近いろいろあったし、それなりに厳重やろな。前回のパレードでは荒坂のやつらが身分を偽って群衆に紛れとったわ。そこら中に狙撃手やドローンがおるのは当たり前。それだけでも十分厄介やけど、少なくとも一人はネットランナーがおるやろな。街の監視カメラを使うて隅々まで見張りよるやろ。メインアクセスポイントはここ。自動化された制御センターや。うまいこと利用できるかもしれへんな。ダッシュの行列がジャパンタウンを出たらパレードはしまいや。後に残るんは誰も片付けへんゴミの山っちゅう話やな。とまあこんなところや。十分です。ほんならもう帰ってんか。ここまで聞いて何をするか知りたくないの？知らぬが仏っちゅうもんや。
それにほっといてもいずれニュースでわかるんとちゃうか。ありがとう若子。岡田さん、恩に来ます。あんたはウエストブルックを知り尽くしてる。もしそうやとしたら、ぎょうさんおった旦那はんのおかげや。みんなタイガークローズの幹部で、ジャパンタウンのしのぎを仕切っとったからな。しのぎって？水商売と闇市場のテックの販売や。結局それが一番金になる。個人的な質問だけど、これまで何人と結婚したの？5人や。みんな早死にしよってからに悲劇やで。自分の心配はしてないの？息子が9人おるんや。簡単にはしなへんで。サンドラ・ドーセットの件だけど、何か忘れてない？ B、 忘れるわけないやろ。俺報酬や。ついでに色もつけといたったから。リパード君とこ行ったら、皮膚にスマートガン対応のインプリントを施してくれるタイガークローズの専売特許や。聡明で魅力的な女性だ。これで肝心な情報は大体手に入ったと言えるが、念のためもう少し調べてみる。ここに残っていくつかつてを当たってみるとしよう。何か新しいことが分かったらすぐに連絡する。とにかく目立たないようにね。サインを配ったりしないでよ。それを言ったらお前の方が有名人だろう。気をつけろよ、B。美役があるんだけど、興味ない？うん、私に何か用？のギター、お前はどう思う？私は音楽には疎いけど、聞いてて悪い感じはしないかな。耳障りがいいっていうか。どうしてかわかるか？気持ちが入ってるからさ。技術は二の次だ。この男は心に傷を負ってる。音を聞きゃわかるんだ。もっと動きをつけた方がいいな。指使いはめちゃくちゃだし、テンポもひどいもんだが、光るもんはある。人を褒めるのが本当得意ね。あんたもこうやって路上ライブから上り詰めていったの？笑わせるな。別にトップを目指してたわけじゃない。世界の目を覚まさせるので忙しかったからな。トップに立つのも悪かないでしょう。注目を集めることができれば、世界を動かすのも楽になるじゃない。まやかしだ。レコード会社のために書き上げた歌詞が共感を得られると思うか。理想ってのは一度捨てたら大枚はたいても買い戻せねえんだよ。はいはい。少なくともいくつかライブをやったのね。その記憶なら見たよ。ああ、場所にはこだわらなかった。公園、工場、アングラのクラブだが、客は最初からいた。俺たちのことを知らずに録音してたやつもいたもんだ。侍設立当初のライブ音源がどこかに眠ってるかもしれないってこと？金になりそうね。お前
前がそんなにがめついやつだったとはな。残念で涙が出そうだよ。冗談はともかく、そんなテープ今でもまだ残ってると思う？うん、この辺にレインボーカデンザがある。解散前によくやってたクラブだ。音楽が分かる連中が集まるいい場所さ。あそこでなら何か分かるかもな。ちょっと前見て歩いてる。ん？何？オラ。よう。どうかした？リー、リー、お前はついてるぞ。あの気難しいパシフィカからまさかのラブコールだ。いい知らせ。言っただろ、ブードゥーの連中は押しかけ営業を嫌うんだ。だが向こうが別件で人材を探してたからお前を紹介してやった。うまくいけばブリジットに会える。別件って内容は？なんだ、今さら襟好みするのか。詳しくはその仲介役に聞け。私は何も聞いてない。一言聞くごとに金を取られそうだったんでな。どこで誰と会えばいいの？スローンの教会に入り、中にある祭壇を探せ。向こうから接触してくるはずだ。ドキドキするだろう。わかった、ありがとう。
もう、小銭を恵んでくれないか。ああ、私はお前と違う。金じゃなく、家族のためにやってるんだ。しつこいな。どうも。どうせ無職なんでしょ。おい、フィうるさいな、こそこそしやがって。世の中すべては金次第よ。これ見ろよ、お前にも見えてるだろう。完全にイカれちゃったか。何かの神秘体験ね。あの女の名前なんだっけ。ほら、ミスティ。それよりビクターに見てもらった方が良さそうだけど、両方に聞いてみるか。押すなよ。これはどう思う。世の中はお金よ。それはどうしようもないの。ハム、しっかりしろ。もうすぐリパーが来てくれる。くっそ、いってなんて病院じゃなくここに来たんで。誰も追ってこないといいね。くっそ、やめ、なんか言えよ。おい、来れないってどういうことだ。いいから5分以内に来い。出ないと、くそ。何かいる？
一杯飲みたい気分なの。なんかあったの？いつも通り。で、何にする？アフターライフでの仕事ってどんな感じ？不満はないよ。喧嘩はあまり起きないし、起きてもすぐ終わるもの。喧嘩じゃ済まないってことね。それについてはノーコメント。私のチューマをここのメニューに載せてほしい。投げ頭の彼でしょ。聞いたよ。残念ね。あいつの酒覚えてる？ウォッカのロックにライムジュースとジンジャービア。愛情も。ああ、そうだった。名前はどうしようか。ジャッキー・ウェルズ。わかった。最初の一杯は私のおごりね。ありがとう、クレア。いいのよ。いつでも来てね。一杯飲みたい気分なの。なんかあったの？いつも通り。で、何にする？商売は繁盛してるみたいね。おかげさまで。見ての通り。誰だって一杯やりたくなる時があるもんでしょ。どうなの？全部あんたが仕組んだんでしょ。おかげで私は何もかもなくしたんだ。もう一度言うよ。人のせいにしないで。自分のケツは自分で。ふざけないでローグ。何様のつもりよ。あんたも気をつけるんだね。ローグ、話がしたいの。どうしてやりな。ここいらじゃ見ない顔だね。あんたは B よ。で、何の用だい B。 何年ぶりだよ。本当にあいつだ。あのローグがアフターライフのカウチでくつろいでやがる。小細工はやめとけ。すぐにバレる。本当のことを正直に話すんだ。ある男を追ってるの。力を貸して。男？名はアンダース・ヘルマン。元アラサカの凄腕エンジニア。待ちぬ。アンダース・ヘルマン、調べてくれ。ありがとう。礼にはまだ早い。まず、私のサービスは有料だ。それから、デクスター・デショーン、ジャッキー・ウェルズ、ティーバグ。噂は聞いてるよ、B。あんたが通った後には死体の山ができてるが、たまたま運が悪かった。出た出た。変わってねえな。アラサカタワーのことを聞け。目の前で俺が撃たれた話をな。そっちこそ人のことを言えるの？ジョニー・シルバーハンド、アラサカタワーで死亡。あんたの目の前でね。探り合いはこれくらいにして本題に入っていい？いい度胸だ。気の強い奴は嫌いだが、そこまで行くと感心するよ。ただあんたが何を言おうとビジネスはビジネスだ。手を貸してほしいならエディを見せな。金がないと言ったら払えなきゃ失せろってこと？いや、そんなことは言わない。金を作って出直せだ。なるほどね。わかった。また来る。ああ、待ってるよ。
何かいる？いっぱい飲みたい気分なの。なんかあったの？いつも通り。で、何にする？気分なの。なんかあったの？いつも通り。で、何にする？
Rumors of activists kidnapped by unmarked IDs have been proven false. We treat your first.